撃は。ガード。まただ。またビジョンを見ずに今の攻撃を。そこまで強く棒などを発生させられるとはね。やはり貴様は危険な存在だ。ガード、もうやめて。私たちが争う必要なんてないわ。目を覚まして。無駄だ。あいつは完全にエギルの支配下に置かれている。バネアがそう言ってたじゃねえか。そんなの私は信じない。お願いガード、私の声に応えて。てめえは恋人を手にかけるのかよ。結婚の約束もしたんじゃなかったのか。知らんな。知ったところで俺は変わらん。嘘よ。あなたは私やジュジュをいつも守ってくれていた。あなたはこんなことをする人じゃない。知らんと言った。俺はエギル様の悲願を果たすためこの鉄の体を授かったのだからな。心地いいぞこの体は。全てが精密に動く。何の淀みもきしみもなく、体も心さえも。強がってんじゃねえ。フィオルンだって元に戻ったんだ。てめえの心だってどっかで痛がってるはずだ。少子なら本気でとどめさせてみろよ、カルナによ。さっきから当たってねえじゃねえか。自慢じゃなかったのか射撃が。それともそのポンコツボディの中に入ってなまっちまったってか。え、減らず口が。くそ、やろう。こっちは本気になれねえってのに。容赦ないね。さすがはコロニー6のガードだけど、カルナに対しては攻撃の手がブレている。ガード、私がそうであったように彼の記憶もきっと。ガード、私がわからないの。ガード、暗くしろ。巨神界の生命、我らのエンサの叫びを聞きながら。シュウ君、モナドはまだ出せる？フィオル、今君はたとえ肉体のほとんどを失っていたとしても、人であった時の心は消えない。あのフェイスにはまだそれが残っているわ。本当に？ええ、あなたに対する動きでわかるの。わずかに残っている彼の心はためらっている。ガド、私がフェイスを制御しているエギルの呪縛を解きます。その時間を作ってくれる？ああ、やってみるよ。ライン、フィオルンを援護する。え、行くよ。おう。